ですよ。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そして局長おめでとうございます。素晴らしいですね。やっぱ野球の時も空気を満喫ですね。でもやっぱ空気を満喫ですね。確かに。大変なもんです、ね。誰がすぐ光ったぞ。逆にすごいよね。いややばい。2回転ぐらいじゃなかった。マジすごい。シックスパッドはありますか。ありますよ。ありますか。じゃあその誰がシックスパッド。つけるのかを指名してもらいたいと思います。これはですね、完全にぶっつけ誰も聞いておりません。局長が今から決めます、はい、それではお願いします。それでは発表します、はい、ビリビリはだからこれはね罰ゲームじゃない。言っとくけどあのビリビリって言ったけど違うけどね、シックスパッドって言って筋肉を鍛える、確かにそう、健康器具。じゃあエンディング、福根さんもう喋っていいですか。分かった。あのジョギムいけるでしょ。あの落語の得意って言ってる。落語だけ。あ福根さんもさすがっすね。はい、これがシックスパッドっていうのがやっぱり出てるもんね、はいはい、これに俺も便利でね、こうやって携帯でね、はぁ、これでレクトって言って OK って押して、うん、ブルブル来てる、来たでしょ、じゃあ認識するとよ、うん、でこうして押して、うん、これを例えばまあとりあえずです。Yeah.